このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はノルウェージャンフォレストキャットイケメン茶白猫の優雅な姿にキュンということでですね、この子がユリウスくんって言いますよ。名前からしてねイケメンなんですけれども、6歳の男の子ですね。隣に座るとねちょっとどっか行っちゃったんですけれども、尻尾ピーって叩いてますしね、穏やかな子ですよね。他の猫ちゃんとねすれ違ったりとかしてもね、怒ったりとかね機嫌悪くなることもなくね、穏やかに生活してるなっていう感じはするんですけれども、撫でられること自体はそんなに嫌いではないのかなとは思うんですけれどもね。うん、イケメンやわ本当にこの子は。ちょっとね毛づやの方はそんなに良くないのかなと思うんですけれども、ブラッシングだったりとかね、シャンプーとかをすると本当にピカピカなにゃんこになりそうな、そんな気がするんですけれどもね。いやー本当にイケメンやわこの子。大型猫って本当好きですね。お尻カキカキカキ、どうでしょうか、スリってやってくれた、かわいいなあんた、スリってしてくれたよね。え、人懐っこい子でしょ。この時ね初対面なんでね、どうやって接していいのかよく分からなかったんですけれども、おもちゃはどうかな。ネズミの、あ、ちょいちょいしてくれてる。ネズミのおもちゃが好きなのかな。羽の方はそんなにね好きではないのかなっていう気もしたんですけれどもね。他の猫ちゃんが爪研ぎをしておりますけれども、この子もか、あ、この子マンチカンかな。すごくね手足が短い子ですよね。いいですね、うん、ちょいちょいちょい。他の子がね遊んでる時はね譲ってあげたりとかできる子で、本当に多頭飼育に向いてる子だなっていう気はしますね。羽の方もちょいっとやってくれたけど、あ、くんくんとによってやっぱあんま遊ばないね。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の毛さんです。ちょい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 、やっぱネズミがいいかね。いいですね、遊んでるよ。え、とかいちゃう、もう飽きた。うん、羽の方はあんまりやな。他の子が来るですよね。保護猫カフェでね遊んでるとね他の子も来ちゃうので、お目当ての子だけと遊ぶのはちょっと難しいなと思うんですけれどもね。指の方に寄ってくれましたね。他の子がちょいちょいしてるでしょ。喧嘩になったりとかしないのはいいよね。あ、もうちょっとまったりしだしたかな。猫ちゃん自体がねかなりまったりムードになっておるんですけれどもね。尻尾がふさふさ、さすがノルウェージャンですよね。探検がしたい。でね、実はおもちゃの方がねちぎれちゃいまして、ネズミの方がね。紐だけでは遊ばないんかなこの子は。羽もあんま遊ばないよね。ということで遊べるおもちゃがなくなっちゃいました。残念やねこれは。この顔の周りの毛いいですよね。ノルウェージャンとかね、長毛さんのねいいですよね。結構わしゃわしゃ触ってもね怒らないでしょ。穏やかやね君は。いやほんとね、ノルウェージャンって優雅ですよね。一緒にね生活してるだけでね癒されるだろうなーって気はしますよ。見上げておりますね。何か気になることがあるのかな。また隙間が気になってるんかな、どうでしょうかね。やっぱ鼻のおもちゃ反応ないね、やっぱり。あ、他の猫ちゃんが来てくれたか。丸丸して可愛いやんかあんたね。あ、ちょっとあれかな、落ち着いてきたかな。そうでもない。ノルウェージャンって大型猫なんですけれども、ユリウス感そんな大きくないかなという気はしますね。お手手の方もそこまで大きくないような感じがするんですけれどもね。ちょっとね今から顔を近づけてみようかなと思うんですけれども、嫌がるかな。あ、どっか行っちゃう、あんまり
あんまり喜んではないね。あ、移動しちゃうかな。ジャンプ。ストーブの前がいいかな。あ、そうでもない。あ、どっか行っちゃった。階段登ってどっか行く。上行っちゃうかな。どうでしょうか。ああ、踊ってキャットステップに乗ってますね。あ、いいやんか、この顔。お花がピンクやね。この子は癒しの子やわ。ドアップ。どうでしょうか。かわいいやんか。さあ、もう一度猫枕。あ、逃げられちゃった。残念。それでも触らせてくれてますよね。いい子やわ。この子はシルビアちゃんかな。モフモフ。で、猫の木さんがですね、ノルウェージャンを一時期ね、7匹ぐらい保護したんですよね。で、だいぶ卒業して減ってきてはいてるんですけれどもね、それでもいっぱいいてますよね、長毛さんがね。で、ユリウス君なんですけれども、抱っこをするとね、抱きしめ返してくれるっていうことをね、プロフィールに書いてましたね。甘えたさんなんですね、この子は。で、今ね、ご飯の時間ということで、スタッフさんがね、2階で用意するということで、ユリウス君もね、今いてますよ。駆け上がっておりますけれども、じゃあどこに行っちゃったかな。あ、いましたね、ソファーの上か。待っておりますよ。で、これだけたくさんね、猫ちゃんがいてるので、スタッフさんもね、ご飯の時間は大変なんですけれどもね。はい、ご飯ができましたよ。みんな食べてるでしょ。結構仲良く食べてますよね。喧嘩をすることなく、ね、食べておりますけれども、猫ちゃんがね、食べてる姿大好きなんですよね。めちゃくちゃ癒されるでしょ。で、しかもめちゃくちゃ猫ちゃんいてるでしょ。ね、本当に迫力あるわ。そろそろご飯終わったかな、ユリウスくん。あ、また食べる。ね、ちょこちょこ食べるタイプかもしれないですけれどもね、なんか周りに落ちてるぞ。ひょっとして食べるのが下手なタイプかもしれないですよ。お、今度こそ終わったかな。あ、別のやつ食べたな。ユリウスくんね、本当にイケメンでね、可愛かったです。皆様いかがだったでしょうか。ユリウスくんの魅力がいっぱいでしたよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫巻さんでした。